株式会社大串代表取締役大串哲,哲文様です、えー、ただいまご紹介いただきました株式会社大串の代表取締役の大串でございます、えー、この度は身に余る対象をいただきまして、えー、本当にありがとうございますまずあの弊社の IT k の取り組みをちょっとお話しする前にですね取り組むきっかけについて、えー、お話をしたいと思います私はあの利用士でございますので利用店に就職をしたんですが もう全て勘の世界でございます、まあ、あの先生がうまいと言ったら、もうその人がうまいという、こういう基準の感覚の世界でございました。ただ私はそういう業界に入って、やはりリビオ業界もですね、データをきちんと取って、お客様の声としてですね、分析をし、見える化する必要があるのではないかと、やはり思うようになりました。これが一つでございます。ももう一つはですねものすねのごく有名な まあ誰もが知っているようなあの経営者の方に、ですね店舗展開をするのにどうしたらいいですか、まず何からやったらいいかというご質問をさせていただきましたそしたらまず仕組みを作ることだなと、大きくなっても使える仕組みを作ることだなと言われたんですねで。私はこれを3つの仕組みと考えました、1つはお客様に喜んでいただける仕組み、それからもう1つは全従業員に喜んで働いて。 で気持ちよく働いていただける仕組み、もう一つは会社が売上が上がって利益の出る仕組み、この3つの仕組みを作り、またこれをきちんとクロスさせていく、これがあの重要だと思ったわけでございます。でこれに I T を絡めて経営をしてまいりました。 弊社はです、ね、千葉県内に今17店舗、今ちょうど作っている店舗がございまして、3月3日オープンでございますので、それが18店舗目になります。今現在、千葉県内ので,ですべ、ね、て直営店で経営しております。ドミナント出店でございます。年間の来店のお客様の数はです、ね、今期このままいきますと、35万人に達する予定でございます。 でまあ、弊社のちょっと特徴としては、子会社でコンサルタント会社を持っておりまして、ここがデータを分析、専門でやっております、また研修もこの会社が行っております、まあ、イメージとしては、コンビニエンスストアのあのとかの、あのフランチャイズですね、フランチャイズの本部が SV に来るようなイメージなんですが、私はあのこれを直営店で,で、子会社で実現をしました。ででかかとというと、まあ、あのお客様目線で外部から店舗を こういわゆる指導するというのは、極めて有効だと思ったものですから、こういう仕組みにさせていただいております。まあ、先ほどお話した3つの仕組みの中の、ちょっと代表的なものをちょっとご紹介したいと思います。えー、その前に、利美容業界は現在あの、全国で35万件ございます。 えー、よくあのオーバーストアという言葉が出てまいりますが、まあ、その多分最先端を言ってるんではないかなと思っております。えー、そうなりますと、どういうことが起きるかというと、証券が縮まってまいります、えー。私どもの調査では、マーケットが500メートル、半径500メートルか半径500メートルを切り始めております。でそうしますとです、ね、どういうことが重要なのかということがおのずと分かってきます。まあ、再来点率私たちは再来点率というんですがリターン率 いわゆる一度来たお客さんも話さないと、何度も何度も来ていただくということにが重要になってくるわけでございます。私どもはこれに10年以上前から着目してまいりました。結果として、いろいろと業態とか価格帯、立地、積数、性別、年齢、職業、来店回数、購買金額で変わるんですが、再来店率は上昇してまいりました。だいたいいたここういうことをすれば 再来店率が上がるということが分かってまいりまして、現在、会社の平均再来店率は84%、高い店舗では90%を超える店舗が出てくるまでになりました。これは同時に、副産物として、私どもはこれいらないもの、つまりお客様が求めているものも分かりましたが、お客様が求めていないものも分かってまいりました。 ちょっと例を挙げますと、初期投資、お店作りは、ですね再来店率にはよっぽど、3000万かけたお店も1 0 0 0万かけたお店もよっぽど汚くなければ、再来店率には実はあまり影響はございません、ただ、景気客単価には大きく影響して、例えばそういうことも分かってまいりまして、いらないものを省くと、そういうことも分かってまいりました。それがが収益向上につながってきてき おかげさまで結果として、7期連続の2桁成長、または増益につながってまいりました IT k に向かっていくにあたって、組織体制をどういうふうにですね変えてきたのか、あるいは組織というものをどのように捉えて、IT を実践されてきたのかということにつきまして、大串社長さんの方から、プレゼンテーションをしていただきたいというふうに思います。 やはりきちんと目標をまず立てること、目標達成型組織というのを作って、えー、みんなで目標を達成しようという前提をしっかり作ってです、ね、それからポスレジを入れ、えー、データはです、ね、みんなが良くなるために、みんながよく、まああの、一人一人の再来点数が上がるためにデータを取っているんだと、こういう前提を話してからポスレジを入れた方がいいと、また今は現在、私どもはその準備をしっかり置いてです、ね、データを取っております。 どうもありがとうございました。